さて1回の裏からご覧いただきます。バファローズ先発、今シーズンオリックス最終戦で防御率のタイトル、そして規定投球回をかけて宮城投手がマウンドに上がりました。その宮城投手、3人で終える素晴らしいピッチングを見せました。1回の裏です。そしてイーグルスの先発、早川です。今日は中5日での登板、初回はゼロで終えて2回です。この回はヒット、フォアボール、そしてこの送りバント、自らのエラーがありまして、ノーアウト満塁のピンチ。ここで若月に一発を浴びます。これがプロ通算2本目のグランドスラム、満塁ホームランになりまして、バファローズが4点を先制しました。その2回、満塁ホームランが出た後、またこれチャンスを作って2アウト満塁で西川です。ちょっとこの回は雨が強くなっている中での早川のマウンド、ここ西川タイムリーヒットでこの回5点目を取ります。5対0となります。3回です。この回も早川ピンチを迎えます。2アウトランナー3塁1塁で今日1軍に呼ばれた宗、これが左中間エンタイトルツーベースでバファローズ1点追加、6対0。そして3回です。先頭の小深田、抜けたかと思いましたけども、ライトの茶野がダイビングキャッチ、宮城を盛り立てます。そしてこの後2アウトになってラストバッター9番の中島も打ち取ります。宮城は今日序盤3回までパーフェクトピッチングでした。さあ4回です。これランナーを2塁に置いてセリーヌを迎えます。この球が少し甘くなったところ、セリーヌがレフトスタンドまで運びます。今シーズン楽天戦6本目のホームランということになりまして、これで追加点8対0です。結局先発早川はここまでということになりました。さあ反撃したイーグルス、その裏です。ワンアウトランナー3塁1塁で浅村、犠牲フライになりまして1点を返します。8対1。そして5回です。高卒ルーキー酒井投手がマウンドに上がりました。プロ初登板です。その酒井が満塁のピンチ、ワンアウト満塁で西川、しかしここセカンドゴロ、ダブルプレーにしております。満塁のピンチを招きましたけども、プロ初登板はゼロで終えたルーキーの酒井投手でした。さあそして6回です。宮城投手のピッチングをご覧いただきます。今日は7回と3分の1投げますと規定投球回到達、そしてまあここまで自責1ですが、8回と3分の1イニング投げますと、防御率トップに出すという中でゲームは7回に入っていきます。で7回ワンアウトで本瀬がちょっと雨が強くなった中、ボールが突っこ抜けます。でこの後雨足強くなって中断に入ります。まあ、結局長い中断でしたけども、このままコールコールドということになりました。8対1、バファローズが勝利を収めています。